カスタムクラブですね。1台終わったらまた1台とね、1台集中型でねやっておりますカスタムクラブ。そしてね、新たな新しい、ね、車両、まあまあ言うてもこの車両に関してはね、そこそこもカスタムされてるね車両ですよね。ね、まあね、これパッと見にも結構いじってるみたいな ね感じにも見受けられますけどね。ね、オーナーさんは納得いかないみたいです、ね、これもねまたね新たなね違うカスタムをね施していきます。でそれとですね、もう大変に、ね、忙しくねさせてもらってありがとうございます。で、本日ねご来店のお客様で、日帰りの方でねこの、コンソールボックス、これワイド用のコンソールボックスになります。でこれ USB こうねついておりますね。前と後ろ2箇所ちょっと、こんなもんでね。で前に、3つドリンクホルダー、後ろにドリンクホルダーで、このね中こう3つにねこう仕切られて、ここが一応ティッシュ入れるようになっております。はい、ありがとうございますね。いい感じです。オリジナルコンソールこうねしっかりねこうもういい感じです。はい、で奥の方なんですけどね、こっちはねね、これもうタイヤはみ出てますね。タイヤがはみ出ておりますこれね。はい、ではみ出ておるのでこれをつけております。これっていうのはもうもちろんうちのね代表作ね、オリジナルロングヒンジでございます。はいね、こんなはみたいでも大丈夫っていうね、はい、余裕ですね。余裕ですよこれ。はい、でこれもちろんね動きもねバッチリスムーズにね、いやーねありがとうございます。はい、もう大人気のねロングヒンジでございます。はい、でこれ結構中もねいい感じでこれで、あね、いい感じ、アメリカンですね。もう、はい、といったわけでね、ありがとうございます。いい感じですね。ね、ちょっと忙しくね、させてもらってね、スタッフ一同のバッタバッタしております。はい、はい、もう、あ、これももうアメリカンですね。まさにね、うちの店にぴったりということで、はい、もう間もなく調整して終わります。それではね、新しいね、強力な助っ人もね入ってね、さらにねパワーアップしていきたいと思います。カスタムクラブ、はい、それではよろしくお願いします。